名古屋グランパス対ヴィッセル神戸、こちらをご覧いただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このゲームは 3-5-2 のシステムで今日来ているようなんですが、北澤さん、はい、どんな意図のこれ布陣になってくるんでしょうか。 3-5-2 になってくるとやはり基本的にはサイド攻撃ですよね、はい、サイドの選手が高い位置を取ってそこでボールが受けられる場所によって攻撃的に行けているのか、はい、守備的になってしまっているのかということがなりますよね、はいはい。まあ、どうしても守備的になってしまうとこのワイドの選手、名古屋のキックオフでスタートです。名古屋グランパス対ヴィッセル神戸、エキシビションマッチをお届けしてまいります。サイドをご紹介しましょう。右のエンドを守るのは神戸、左側が名古屋。大木原、大きく前線へ。中谷、長いボールを送ります。酒井、さあ左へ預けて、クロスが入る。これはちょっとコントロールできませんでした。マテウス・トゥーレル、大木原、菊池、大木原、斉藤。多少タイトな入りになってますけど、両チームとももうちょっと前がかりになってもいいんじゃないでしょうかね。いいの対応します。ちょっと時間をかけすぎましたよね。相手が戻りきる前にパス出したり切り込んでいったりとかね、そういうアクションが欲しかったですよね。大きくサイドチェンジ。こういった逆サイドへのフィードは相手を散らすのに非常に有効ですからね。展開としてはいいと思いますね。よく見えてますよね。ハッセ、大木原、藤井。